五冠末期、長く続いた漢王朝の世は斜陽の時を迎えていた。漢安の跋扈と外戚の戦王、それら政体の腐敗と天変に困窮する民、誰もが苦しみ嘆き憤り、今日に続く明日が見えずにいた。そんな中、太平道の教祖張覚が神道を率い蜂起。その動きは瞬く間に各地に広がり、一大反乱となった。後に言う黄巾の乱である。朝廷はこれを鎮圧すべく討伐軍を結成、各地で軍友が立ち上がる。そんな中、ここに三人の男が立つ。劉備、あざなお玄徳、中山聖王の末裔を称し、民の苦しみを嘆く男。そして劉備と義兄弟の契りを結んだ二人の豪傑、関羽と張飛。大きく時代が動き出す中、男たちは戦いへと踏み出す。いざ、劉玄徳、大志を掲げ進まん。してくれよな。しかし彼らは飢え苦しみ涙した果てに立ち上がった民だ。それをやれやれ、そんな調子じゃさっきの誓いもすぐに破れちまうぞ。いかにも我らの兄者となられたからには、乱世を進む気概を示される。ああ、そうであったな。我ら志と命を一つ、この図この義で乱世を打ち払わん。行こう、我が兄弟たちよ。黄巾党の領主玉子の絵を乱を鎮圧し、平和を取り戻すのだ。まずは討伐軍本体と合流。この勝を打ち捨て進むのだ。おお、兄者、ありましたな。隠蔽の者らか。隠蔽を頼む。黄巾党が我らの本陣に迫っている。本陣が陥落しては我らの敗北となる。急いで救援に向かうぞ。黄巾の子らを罰するか。万事らはそれで死した天がよみがえるとでも思っておるのか。天など私には分からぬ。そして私はお前を斬ることも民を罰することも望まない。
世を乱したことは罪。しかし人の心はそれを許すこともあがなうこともできよう。太平道の教祖張鶴よ、お前は棒を捨て心で民を支えよ。なんという、そなたは皇天をも超えゆくものか。ならば我はそなたの導きに従おうぞ。おお、なるほど、見事なもんだ。くっ、黙っちょろいことを。いや、これでよい。見よ、民の喜ぶ顔を。はは、なるほどね。我らが長兄龍玄徳の歩みはここから始まるのだ。劉備ら義兄弟の活躍により張鶴は倒れ、黄巾の乱は収束を見た。しかし世の乱れは収まらず、時代はさらなる混迷へと突き進む。黄巾の乱から5年、都洛陽では宦官と帝の外戚一派が対立。その騒乱に乗じ清涼の豪族董卓が上洛する。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき専横を極めた。その無法を断罪すべく華北の名族袁紹らが決起。各地に檄を飛ばすと打倒董卓の連合軍結成を呼びかけた。劉備は官室の危機に義憤を覚え、義兄弟と共に連合軍に加わる。そして劉備はそこで張雲と名乗る若き勇士と出会う。関羽と張飛、そして張雲、劉備に惹かれ男たちが集ってくる。打つべきは董卓、義憤と董氏が寒風すさぶ古老館に逆まく。関雲長、義の刃持て、乱世を打ち払わん。武豪の襲名、死生観を抜かせるか。太夫様がまとめて相手をしてやるぜ。なりません。さよう。我らすべての力を合わせ、暴虐の輩を打ち砕かん。少しは楽しませてみよう。この俺がひねりつぶしてやる。
猛将たちの活躍で古老間の戦いは連合軍の勝利に終わった。董卓は洛陽を捨て長安へと逃げ延びるが、そこで呂布に討たれる。一方で皇帝は董卓の残党の手に落ち、天下は混迷を深めていった。この混迷の世、劉備は数年にわたって流浪することになる。その中で劉備は徐州を治める董賢を助け曹操と交戦。徐州に入ると劉備はその人望から董賢に徐州の地を託される。その後呂布に徐州を奪われるも、曹操と共闘しこれを討伐。再び徐州を得るも、今度は帝から曹操暗殺の密命がもたらされる。しかしこれが曹操に露見、曹操は劉備を討つべく軍を起こした。劉備と曹操の運命は複雑に絡み合い、劉備を表舞台へ駆り立てる。劉備、関羽、張飛は曹操の猛攻から徐州を守れるか。おうおう、遠飛と張飛様のお出ましだぜ。手こずらせやがって。さあ覚悟しやがれ。手こずらせ、それはよかった。手こずってくたびれただろうが、もう一頑張りできるかな。それとも君に習って覚悟しやがることも言うべきか。ちくしょう、まだ嫌がったのかよ。患者を頼んだ。おう、無茶するぜ。なら俺もおらぬ。今は患者を連れして逃げよう。うんちょう、しばしの別れでござる。さあ、北斗君。